どうしたんですか。そのまあ2人一緒にやってるレギュラーの番組がありまして、はい、それがちょっと記念のね、うん、あの回だったもんですが、うん、そちらに歴代の出演者の方も、はい、ゲストでいらっしゃって、はい、そこにね奇跡が起きました、ね、はいはい、ね、以前あ吉村由美さん、そうですそうです、なんではっきりフルネームで言うの、はい、フルネームがもういらっしゃいました、はいはい、そうそれこそご一緒してた頃も、うん、あなりこう画角に一緒に映り込むみたいなことはなかったんですけど、うんうん、まあね、一つのフレームに収まりましてですね、うん、そういう奇跡が起きましてすごかったですね、みんな周りがざわつくっていう、ね、どうすればいいんだろうっていう、そうで、その後も普通にね、まあ打ち上げなんかもあったので、はい、みんなそれで一緒に死亡してたんですけど、はい、まあたまたまこうね、うん、来た順番に席についてって、うん、でみんなこう入れ替わったりとかしながらだったんですけど、うんうんうん、たまたま高見菜が横にいたんですよ、うん、でその最初ね、うん、一緒に入ったんで、うん、で現女ですね、いわゆる現女、ややこしくなるんですよ、ややこしい、うん、でそして高見菜がだから他のとこ挨拶行ったり、今カノが行って、その今カノが挨拶行ったと、うん、まあそれで、まあ、いいわ、もう、ね、うん、何でもいいけど、うん、でその席が一個空いたわけですよ、うん、だその瞬間に元カノが元カノが嫁ね、まあ、その入ってきて、うん、そこに鎮座されるってことで、うんうん、奇跡のツーショットがそこで出来上がる、高見菜が何よこれめんどくさいでその状況でどうなった、久々にやりましたならへんよ、してみるみたいな、いやそんなこといや、でも普通にな、我々は全然普通にしてたので、ね、その、うん、元嫁ですけど、石川さん鈍感やな、うん、どういうことよ、あの時の高見菜がどこが普通やねん、どの時のですか、そっちのこと、うん、私さあ、高見菜辛そうでした、俺横でずっと見てましたけど、見てない、お前おれへんか、わざとわざとなんか誰かの冗談になんか、あ、大笑いしてるわって思ってましたもんね、そんなことないとかで、頑張れよ高見菜そんなことない、そんな状況なかった、楽しい、あ、楽しいの泣いてる泣いてる、あれここ終わんねん、違うよって、いや普通にだからそういうことがあって、だからね、普通我々は普通にしてる、まれにね、もう二度とお会いしたくないっていう人もまれにいたりはしますけどね、もうトラウマみたいにね、トラウマ本当にありますけどね、まあでもそれはそれとして皆さんね幸せになって、よう頑張ったけど、よう頑張ったよ、泣いてないですよ、一人になってから泣いてたな、泣いてない泣いてない、俺ずっと見てたけど、おい俺変化ってどの収録で来てんの大体それやったら、このコーナー